皆さんこんにちは。今日も楽しいレッスンです。今日は相対音感の付け方について説明しようと思います。簡単ですが、お家で遊びながら弾いてみることで音感というものもついてきます。相対音感、この間の音程のことを調三度と言います。この感覚も完全五度と言います。今度は超六度と言います。この間のことは超七度と言います。相対音感とはドからミ、もしくはミからソの間の音程がわかる人のことを言います。この感覚は超三度。この間は単三度と言います。この間も単三度と言います。半音が一つ間に入っているからです。ミとファ、シとドの間は黒鍵がありません。単三度と言います。ドの間は半音が2つあります。半音が2つある音程のことを単六度と言います。半音が1つだと超六度と言います。ミとドの場合は半音が2つ間にあります。単六度と言います。遊びながら触れてみることで相対音感、もしくはドレミの音名で歌いながら弾くことで絶対音感も身についてきます。絶対音感とは、聞こえてくる音がすべて固定度で聞こえる能力の持ち主のことを固定度と言います。簡単な曲で説明しますと、この音がミ
こえる能力の持ち主のことを絶対音感を持っていると言います。この子犬のマーチは死から始まっていて、都庁長と言います。曲にはいろんな長調、フラットやシャープの多い曲、臨時記号の多い曲、いろんな曲がありますが、少しずつドレミの位置を理解して遊びながら歌うこと、ドレミの音名で歌うことで絶対音感も徐々に身についていきます。相対音感も遊びながら、長三度、完全五度、このドとファの間も半音が一つ入っているので、完全四度となります。この間はセブンスコードと言います。 C7 というコードになります。この間隔は長が長7度と言います。半音が1つしか入っていないから超7度と言います。少しずつ遊びながら触れることで絶対音感や相対音感も身についていきます。今日は少し絶対音感と相対音感のミニプチ講座でした。皆さんおはようございます。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日はお手製の音符カードを作ってみました。読譜というのはそんなに難しいものではありません。例えばヘ音記号のソとトーン記号のソは同じ